The Genealogy of Gods, Chapter 1. Izanagi is Enki, and Izanami is a needle theory. Kamigami no Keizu, King Anu desu. Konna zou mo saikin mitsukatte imasu. Ani no Enki, mata no na o Ea to iimasu. Ototo no Enriru desu. Chikyu no shihaiken wa Enriru ni watasaremasu. Nihon dewa Enki wa Izanagi, Enriru wa Izanami to yobarete imashita. Enki no ane demo ari 妻でもあるのがニンフルサグです。人間の親子関係をそのまま当てはめて考えてはいけません。ニンフルサグのまたの名はアナヒータ、日本ではアマテラスと呼ばれていました。ギリシャではアルテミスという名前で呼ばれていました。このニンフルサグ、つまりアナヒータがペルシャの女神だったということになります。そのアナヒータが主神となってマギ教が生まれます。マギ教、つまりマニ教はゾロアスターによって広められたので、一般にはゾロアスター教と言われています。ゾロアスターのまたの名をザラスストラ、そしてまたの名をストダーナと言います。そしてアナヒータは12月25日、ゾロアスター教の冬至祭の日にミトラを処女解体で設けます。ミトライコールマルドゥックということになります。ペルシャを支配した神の中の神、マルドゥック、すなわちラーということになります。言うまでもなく、マルドゥックイコールミトライコールミトラ教を起こします。ミトラはギリシャではアポロと呼ばれていました。ラーイコールアフーラ、そしてアラーフということになります。皆一人の神ラー、つまりマルドゥックということになります。その一方、地球の支配者エンリルの孫娘にあたるのがイナンナ・イシュターということになります。その後、日本では別名卑弥呼と呼ばれるようになります。ここで注意していただきたいことは、ペルセポリスの碑文にストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタという名前があることです。ストダーナ・ゴータマはマギと呼ばれていました。つまりストダーナ・ガウタマイコールゾロアスターということになります。そのストーダーナ・ゴータマはダリウス一世の策略に引っかかり、ペルシャを追われ、現在のネパールのルンビニ近くに逃げていきます。そのストーダーナ・ゴータマと人間マヤンの間に生まれたのがセッタ・アルタ・ゴータマ、別名シッタルタ・ゴータマということになります。私たちがブッダと呼んでいるその方ということになります。その後、ミトラ教はローマンカトリックの迫害により滅亡し、そしてその一部が現在のチベットに残ります。ミレー、つまり密教となります。
話は少し戻りますが、ゾラスター教、ミトラ教の全盛に対抗して、イシュターは兄のシャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げます。それが現在のローマンカトリックへとつながっています。一方、左側の延期の流れを組むイルミナティは、その後のフリーメイソンへとつながっていきます。こうして地球を舞台にして、左のサーペント族、つまり竜族と、右のラム族、つまりレプタリアン族との対立構造が生まれました。そしてそれぞれの流れは、左は現在のフリーメイソン、そして右はローマンカトリックへとつながっていきました。Wikipedia English writes about Japanese mythology as follows. Japanese mythology embraces Shinto and Buddhist traditions as well as agriculturally based folk religion. The Shinto pantheon comprises innumerable kami in Japanese for gods or spirits. This article will discuss only the typical elements present in Asian mythology, such as cosmogony, important deities, and the best known Japanese stories. Japanese myths, as generally recognized in the mainstream today, are based on the Kojiki, the Nihon Shoki, and some complementary books.The Kojiki, or Record of Ancient Matters, is the oldest surviving account of Japan's myths, legends, and history. Japanese mythology starts with the story of Izanagi and Izanami. Who are these gods, Izanagi and Izanami? Are they justLegendary deities in Japan? 日本の神話はイザナギ、イザナミで始まります。ではそのイザナミ、イザナギとは誰なのでしょうか？イザナミ、イザナギはただの伝説上の神なのでしょうか？一般にはイザナギは男神、イザナミは女神と表現されていますが、ウィキペディアの方ではイザナギもイザナミも男神となっています。ここが今日の一つのポイントかと思われます。広し林、浜松市、ジャパン。日本の神々の系図を簡単に説明しておきます。イザナギとイザナミです。アマテラスやスサノオなど多くの神の父神であり、神武天皇の、繰り返します、神武天皇の七代先祖と言われています。右がイザナギ、左がイザナミです。そのイザナギ、イザナミの間からアマテラス、そしてスサノオという神が生まれます。そのスサノオの子供、あるいはその流れから大国の主、あるいは大国主の神が生まれます。出雲大社の出身です。そしてアマテラスの孫がニニギと言われています。アマテラスの孫にあたりますから、
謙遜ということになります。そのニニゲは高千穂の峰に降り立ちます。高千穂の峰は日本で最も神聖な聖山中の聖山ということになります。そのニニギの孫が神武天皇ということになります。その神武天皇は位に着くと九州の日向から近畿の橿原へと都を移します。その高千穂の峰とペルーのナスカとは大変深い関係にあります。ここでは簡単に林浩司のライン理論によってそれを説明します。ライン理論というのは偶然ではありえないという関係をライン上で証明しながら、偶然ではない、つまり人為的にそのような位置に定められたということを証明していく理論ということになります。例えばこの白いラインは、右はナスカのグランドクロスの中心点と、左は高千穂の峰頂点とを結んだラインです。そのラインは伊勢神宮の外宮と内宮の間を正確に通り抜けます。外宮の本殿とのエラーは数百メートルです。この白いラインはナスカのグランドクロスの中心点と高千穂の峰の頂点をつないだラインです。その下に伊勢神宮内宮があり、その上に伊勢神宮外宮があります。右は言うまでもなく二見越玉神社です。わかりやすく言えば、ナスカのグランドクロスの交点と高千穂の峰の頂点をつないだそのほぼ進捗線下に伊勢神宮内宮外宮、そして越玉神社があるということですが、それだけではありません。二見越玉神社の本殿の屋根は正確にナスカのグランドクロスの方向を向いています。下のこの黄色いラインはナスカのグランドクロスの交点から引いてきたラインです。左の二見越玉神社の本殿の屋根に注意してください。この黄色いラインは正確に二見越玉神社の本殿の屋根のラインと重なります。ロープのかけ方が少しずれていますが、この二つの岩を正確に90度で進んだ先にナスカがあるということになります。つまりこのようにナスカと日本とは深い関係にあります。話を元に戻します。アマテラスの孫の関係にあるのがニニギの神と言われています。天孫、つまりアマテラスの孫ということになります。そのニニギは高千穂の峰に降り立ち、そしてその三代目が神武天皇ということになります。そのニニギですが、ニニギ、ニニギ、ニニギという音が、私はイギギ、イギギ、イギギに似ていると判断しました。イギギ、つまり火星からやってきた縦長コーンヘッド、縦長超等人間ということになります。イギギイコール火星人説はゼカリア・シッチンも説明しています。この本の1ページ中央に円筒印象から起こした奇妙な図があります。この中央に立っている人物が
イギギ、つまり火星から来た人物ということになります。頭が超遠である点に注意してください。左上の6方向に光線が伸びる星は火星を表します。太陽系を外から数えると火星は6番目、地球は7番目、金星は8番目となります。そしてゼカリア七鎮は中央に描かれている十の字はニビルを表すと説明しています。これは今日のポイントではありませんから、中央に立っている超党人間に注意してください。左右に人間らしき人物が手をその超党人間にかざしています。つまり2人の人間は中央の超党人間に挨拶をしています。上に描かれているのは繰り返しになりますけれども、左から火星、中央が太陽、そしてその右が月ということになります。そして両側の人間らしき人物が中央の超党人間に手をかざして挨拶しています。そうした様子はエジプトの壁画にも残っています。この手をかざして挨拶する方法がゾラスター教、仏教、そしてイスラム教の祈り方の基本形になっていることは言うまでもありません。で、その超党人間の頭蓋骨がペルーのナスカの北方パラカス周辺だけでも300個以上見つかっています。左のイギギの頭の形と、そして超党人間、つまり縦長超党人間の頭蓋骨と比較してみてください。頭が長く、そして頬骨が左右に大きく張っています。目の穴、つまり眼眶も人間のそれよりも大きいと思われます。 DNA 鑑定するまでもなく、右の超党人間は地球に住む地球人ではありません。頭の骨の数が人間のそれとは違います。つまりパラカス周辺で見つかっている超党人間の頭蓋骨を持った人間はイギギということになります。右が人間の頭蓋骨です。明らかに人間の頭蓋骨とは違うということです。眼眶も大きいようですね。つまりこうして日本とペルー、そして超党人間、そしてイギギとつながっていきます。頭の形をもう一度確認してください。地球に住む私たち人間は頭頂部で骨の数が3つに分かれていますが、超党人間は2つに分かれています。こうして日本の神と世界の神と、さらには宇宙の神とつながっていきます。ここが今日の重要なポイントです。左がイギギです。そして天孫、つまり高千穂の峰に降り立った神はニニギです。関係があるのかないのか、もう一度この図を見ていただきたいと思います。イギギ、超党人間、そして超党人間の頭蓋骨がペルーで見つかっています。そして神武天皇は実在しました。その証拠がペルーのナスカに残っていました。繰り返します。神武天皇は実在しました。その物的証拠がペルーのナスカに残っていました。その証拠をこの後に皆さんにお見せしますが、これが物的証拠ということになります。ナスカにはトンボの絵が描かれていたのです。そのトンボの絵こそが神武天皇が実在したという証拠になりました。まさしく
物的証拠ということになりました。つまり神武天皇は実在したという視点で考えるならば、ニニギも実在した、そしてニニギイコールイギギと考えると、超等人間超等人間でイギギとナスカ周辺のパラカスの超等人間とつながります。こうしてそれぞれの神が有機的、つまり密接不可分につながっていきます。イギギは超等人間でした。そして超等人間の頭蓋骨がナスカ周辺で見つかっています。そしてそのナスカには神武天皇の実在を証明する物的証拠としてのトンボの絵が描かれていたのです。で、今までご覧いただきました動画を逆送りに今度は見ていただきます。トンボの絵がナスカ平原に描かれていました。その証明はこの続く動画の中で詳しくします。そして元に戻していきます。頭蓋骨、頭蓋骨、そしてゼケレ湿疹の本で証明されている、火星からの超等人間、超等頭蓋骨、この超等頭蓋骨の持ち主はもちろん人間、地球上に住む私たちと同じ人間ではありませんでした。頭蓋骨の数そのものが違います。そしてそのイギギとニギギは音が似ている、まあ、こうした語呂合わせは慎重にしたいと思いますが、全く関係がないかというとそうでもないのではないでしょうか。ナスカと高千穂の峰をつなぐと、その直線はほぼ新直線に伊勢神宮内宮外宮、そして九谷小日玉神社の上を通ります。そして私林博士が今まで証明してきましたように、アマテラスイコール女神中の女神アナヒータということになります。アナヒータ、またの名をギリシャ名アルテミスと言います。そして言うまでもなく、スサノオイコールマルドゥック、神の中の神マルドゥックということになります。アナヒーターの諸女解体によって12月25日冬至祭の日に生まれたのがミトラということになります。ミトラ、つまりギリシャ彫刻では別名アポロと呼ばれていました。スサノオの母でもあり姉でもあるのがアマテラス、ミトラの母でもあり姉でもあるのがアナヒータ、こうして神々が線でつながっていきます。それぞれの関係については別の動画で説明しますが、その第一のポイントは、神武天皇は実在しました。その証拠がナスカ高原に残っていました。物的証拠として残っていました。それが今日の動画のポイントになりますから、もう一度皆さんにその動画をじっくりと見ていただきたいと思います。となると、冒頭で提起しましたように、イザナギ、イザナミは誰かという謎について一応の答えを出しておかねばなりません。イザナギイコール私林博士は延期と考えています。そしてイザナミイコール私林博士はエンリルと考えています。共に一応男神ということになっています。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。The proof of
Japan. Ladies and gentlemen, the national anthem of Japan. You see a very strange line picture in Nazca Peru and ask yourself which you think it is, a parrot or Japan land. ペルーのナスカに大変奇妙な地上絵があります。それはオウムなのか、それとも日本ランドなのか、どうか一度ご自身に尋ねてみてください。一般にはオウムと言われています。このブルーのラインで示したのが、まあオウムに見えるというわけです。が本当にオウムなのでしょうか。それとも日本ランドなのでしょうか。大切なことは、日本人が持っている常識は決して世界あるいは宇宙の常識ではないということです。ここに一つの例をお見せしますので、皆さん自身で見て、判断して、そして皆さん自身で結論を出してください。広し林市浜松市ジャパン。The Nihon Shoki, sometimes translated as the Chronicles of Japan, is the second oldest book of classical Japanese history. The book is also called the Nihongi, literally Japanese Chronicles. It is more elaborate and detailed thanKojiki, the oldest, and has proven to be an important tool for historians and archaeologists as it includes the most complete extant historical record of ancient Japan. The Nihon Shoki was finished in 720 under the editorial supervision of Prince Toneri and with the assistance of Ono Yasumaro,dedicated to Empress Genshō. The Nihon Shoki begins with the Japanese creation myth explaining the origins of the world and the first seven generations of divine beings and goes on with another myth as does the Kojiki but continues its account through to events of the 8th century.It is believed to record accurately the latter reigns of Emperor Tenji, Emperor
Shenmu and Empress Zhito. And in the Kojiki and the Nihon Shoki, the classical chronicles of Japan, Japan was called Akitsushima. Literally, it means the island of dragonfly. Akitsu means dragonfly, and Shima means island. Then it is quite interesting to say that in the Nihon Shoki, it is mentioned about Emperor Tenmu, who described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. This is a very important part of this video, so I repeat it again. Emperor Jimmu described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. Nihon では古くトンボをトンボをアキツと呼び親しんできました。古くは日本の国土を指してアキツ島、アキツ島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が感嘆をもってアキツのトナメのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとしています。広瀬林、浜松セティ、ジャパン。日本列島です。Japan Land です。この日本列島から北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。神々が神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。その日本は交尾しているトンボの形に似ているというのです。右がその様子です。で、比べてみます。右がトンボの交尾している様子です。で、少し傾きを変えてみます。拡大してみます。すると、その形は大変よく似ているのがわかります。つまり、この姿を神武天皇が表現したということになります。日本は交尾しているトンボの形に似ているとです。皆さん自身で比較してみてください。確かに大変よく似ているのがわかります。神武天皇はそのように表現しました。二つ外堀を埋めておきます。富士山の山頂からナスカにラインを引きます。ナスカには富士山の方向を示す滑走路があります。この黄色いラインが富士山から引いてきたラインです。そしてその下にはですね、このようなランドマークが描かれています。向かって左側のラインが富士山から引いてきたラインです。この形は日本列島の形とよく似ているというレベルを超えて同じです。そして今引いた緑のラインが富士山から引いてきたラインです。そしてここにクロスポイントができます。その位置は実際の地図における富士山の位置と正確に一致します。つまりこのランドマークは
日本列島を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。もう一度繰り返しておきます。ここが今日の重要なポイントです。富士山です。その富士山の山頂からナスカにラインを引きます。皆さん自身で確認してください。このラインがそのラインです。富士山から引いてきたラインです。正確に一致します。つまりこの滑走路の向かって左側は富士山の方向を正確に示しているということになります。林博士のナスカ理論による証明です。この黄色い線に注意してください。そしてこの黄色いラインはこのブルーの点で、この日本列島を示すランドマークと重なります。クロスポイントです。緯度経度はここに示しておきます。そしてその位置は実際の地図上における、富士山の位置と正確に一致します。左がナスカの地上絵です。右が、日本列島を示す実際の写真ということになります。この橋と橋ですね。本州の橋と橋に注意してください。位置を揃えてみます。そして水平線を引きますと、このような線が引けます。そして先ほどの富士山から引いてきたラインと、そして日本列島と私が言っている、ランドマークのクロスポイント、この赤い丸で囲んだところがそこですけども、その位置は地図上における富士山の位置と正確に一致します。一見雑な絵のように見えますが、左のランドマークは正確に日本列島の形を示すと同時に富士山の位置を示しているということになります。皆さん自身で確認してください。つまり、この滑走路は、日本列島を示す滑走路ということになります。もう一つ、外堀を埋めておきます。ナスカに戻ります。この黄色いラインは、富士山から引いてきたラインです。そのラインは、左下の滑走路と重なりますが、ここに奇妙な絵が表現されています。これは何かということですね。で、ラインを追いかけていますが、上、右半分はですね、破壊されているように見えます。土砂が流れ込んでいるような雰囲気ですね。ともかくも、ここに何が描かれているかですけども、ここに書かれているのは、トンボと林博士は判断しました。ここに赤い丸で、ウィールトラックと書いてあるのは、車の私ですね。荒らされている部分、いるところもあるということです。で、この画像処理をしていますと、ここにかすかにラインらしきものが、見えるということですね。はっきりしませんが、その痕跡が残っているということです。で、この線をつないでいますと、ここにトンボの形が浮かび上がってきます。トンボです。なぜこんなところにトンボのランドマークがあるかということですね。日本のそばにあるから意味があるのです。日本は昔、古来、秋津島と呼ばれていました。秋津というのはトンボという意味です。島というのはまさに島、アイランドを意味します。ここに描かれているのはトンボということになります。今までの話をもう一度整理してみます。ナスカです。このナスカに富士山の頂点からラインを引いてみます。このブルーのラインが富士山の頂点から引いてきたラインです。そのラインは中央の奇妙なランドマーク、すなわち日本の本州を示すランドマークと重なります。この色をつけたところが、林博士は日本の本州と判断しました。注意深くご覧ください。そして、実際の日本列島の地図と比べていただきます。形がよく似ているというレベルを超えて同じということですね。そして今赤い点をつけたのがクロスポイントです。そしてその位置は、実際の地図上における富士山の位置と一致します。左右を比較してみてください。左はランドマーク、右は実際の日本列島の本州です。そしてその位置は、クロスポイントと、それから実際の富士山の位置は、このように一致します。すなわち、
左のこのランドマークは本州を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。そこにトンボの、まあ、ランドマークが描かれています。トンボです。なぜこんなところにトンボが描かれているかですね。言うまでもなく、日本は昔、秋津島と呼ばれていました。秋津、つまりトンボという意味だったのです。Japan イコール秋津、すなわちトンボという意味です。ですから、トンボのランドマークがここに書かれています。がこのトンボという言葉を誰が言い出したかということですね。誰が言い出したかということなんです。トンボのように見えると言ったのは誰かということなんです。そしてこのブルーのラインはですね、富士山の方向を示し、グリーンの形は日本列島を示している。本州を示している。そして黄色いのはトンボを示している。すなわち、秋津島。トンボの島という意味です。が、トンボのように見える。そして、交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。いいですか皆さん、ここが重要ですよ。交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。その誰かが言った言葉に合わせて、ナスカのランドマークができ、そしてトンボの絵が表現されたということになります。言うまでもなく、そのことを口にしたのは神武天皇ということになります。神武天皇が日本列島を山の山頂から見て、交尾しているトンボの形のようであると言ったのです。それに合わせて、ナスカの地上絵ができたということです。ここが重要ですよ。神武天皇が交尾しているトンボの形に似ていると言ったのに合わせて、ナスカにランドマークが描かれ、トンボの絵が描かれたということです。つまり、この地上絵、そしてランドマークは、神武天皇の言葉によってできたランドマークであり、トンボの絵ということになります。もうお分かりですね。神武天皇がどんな天皇であったかということを、皆さんもうお分かりですね。もう一度ここを注意深く読んでください。日本では古くはトンボを秋津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して秋津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が感嘆をもって秋津のトナメのごとし、秋津のトナメのごとし、トンボの交尾のような形だ、トンボの交尾のような形だ、と述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕に、たかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとしている。やはり、和の国を秋津島を、と、読んだとしているとあります。つまり、山頂から国見をした神武天皇が秋津のトナメのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名が生まれたというのです。ではその山頂とはどこなのでしょうか。言うまでもなく、私は富士山と考えています。この富士山の山頂から神武天皇は国見をしたというわけです。で、皆さんをその富士山の山頂へ案内します。北の方角を見た風景です。北東の方向を見た風景です。東を見た風景です。南東を見た風景です。そして、南を見た風景です。南西を見た風景です。西の方角を見た風景です。そして北西の方向を見た風景です。どこから見ても交尾しているトンボの形には見えないのです、皆さん。いいですか？神武天皇は遥か高いところからこの日本列島を見たのです。だから交尾しているトンボのようだと言ったのです。山頂なんかではありません。ということで結論になりますが、繰り返します。ナスカの地上絵、そしてランドマークは神武天皇の言葉に応じて、そしてその
言葉によってできたランドマークであり、滑走路ということになります。つまり、日本書紀に書かれていること、古事記に書かれていること、その中に表現されている神武天皇は実在したという、そしてその話は事実であったという、これが物的証拠ということになります。バイ。No one knows from when and who started calling Japan, Japan. In ancient times of Emperor Jimmu in Nihon Shoki and Emperor Yuryaku in Kojiki, Japan was called Akitsushima, which literally means Island of Dragonfly. That is to say that,The ancient name of Japan was Akitsushima. Today's story starts from Mount Takachiho, which is no doubt the holiest of all holiest mountains in Japan. At the foot of the mountain, Takahara Town or Haihara Town is located. The summit of the mountainlooks like a shape of a pyramid. 古く日本ではトンボをアキツと呼び親しんできました。日本の国土を指してアキツ島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもってアキツのトナメのごとし、つまり、トンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから、アキツの名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国をアキツ島と呼んだとしています。つまり、日本の古名は、秋津島だったのです。で、今日の物語は、九州の霧島連峰にある高千穂の峰から始まります。青山中の青山、天孫降臨の峰とされているのが高千穂の峰です。広し林、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのがナスカの日本です。ナスカの中に日本を示すランドマークがありました。そのランドマークをですね、日本の富士山からの直線が横切ります。そしてその交点の位置と日本の地図の上に受ける富士山の位置が正確に一致します。左がナスカの中の日本、そして右が日本を示す実際の地図です。皆さん自身で比較してください。左の白いラインは富士山から引いてきたラインです。これぞまさしく日本が神々の土地であったという紛れもない証拠ということになります。日本における最も神聖な山といえば、霧島連峰にある高千穂の峰ということになります。天孫降臨の山として知られています。これが高千穂の峰です。で、今日はこの高千穂の峰からスタートします。青山中の青山ということになります。霧島美子さんという方から
こんなメールが届いています。霧島連山の高千穂の峰が日本最高の霊山であり、麓にあたる地区が高原町です。天の原ではなく地上なので高原町なのです。ちなみに高千穂の峰の天の逆さ鉾は雨の水上主の神が崩御され、高千穂の峰に葬られた水上主の神の愛犬を指したというのが真相です。高千穂の峰は天然のピラミッドのような姿です。と、高千穂の峰の頂上からナスカに向かって線を引いてみます。高千穂の峰です。その頂上からナスカのグランドクロスの中心点に向かって線を引いてみます。その線は、この黄色い線がその線ですけども、サイトバルの中心を真直線に横切り、そしてその直線は伊勢神宮の下宮の上を真直線に通り抜けます。下宮からのエラーは300メートルです。ここに、まあ伊勢神宮下宮が位置します。つまりサイトバル、伊勢神宮の下宮を通ってナスカに向かうということです。左が伊勢神宮下宮です。エラーは300メートル以内です。林博士のナスカ理論を使って説明します。ナスカです。無数の滑走路があります。左の黄色いラインは霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。右の白い線は、これは富士山の滑走路です。やや折れ曲がるといった感じがします。まあ、念のために黄色い線を伸ばしてみます。下のグリーンのラインは屋久島の、太刀竹の天柱石から引いてきたラインです。つまり下のグリーンのラインは太刀竹の天柱石の方向を示しています。正確に示しています。上の黄色いラインは高千穂の峰から引いてきたラインです。3分の2ほどまではほぼ重なりますが、途中からややずれるといった感じがします。まあ、ほぼ同じ方向に富士山と、それから霧島連峰の高千穂の峰があるということになります。もう一度やってみますから、皆さんも注意深くご覧ください。この滑走路の上のラインは富士山、下のラインは、太刀竹の天柱石を示しています。そしてこの黄色いラインは霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。まあ、ほぼ重なるということですね。この上のラインは富士山の方向を示しています。ややずれますが、ほぼ同一線上に富士山、高千穂の峰があるということになります。この滑走路のやや右上、ちょうど画面の中央あたりに奇妙なランドマークがあります。この黄色いラインは高千穂の峰から引いてきた先ほどのラインです。そして中央に奇妙なランドマークがあります。このランドマークは何かということですね。で、線をたどってみるんですけども、途中からダメージを受けているように思います。このクエスチョンマークあたりで、まあ、地表面がですね、乱れて線が消えているような感じがします。断定はできませんけども、まあ、右下の写真と見比べていただくとわかりますように、このあたりで何かしらのダメージを受けているように思います。車の轍も見えます。が、この線をですね、明度を変えてみますと、少し見にくいかもしれませんけども、薄い線がここに現れてきます。つまり、このラインはここまで続いているということですね。となると、これは何かということです。ここが重要ですから、しっかりとご覧ください。そうなんですね。色をつけてみました。つまり、これはトンボの形ということになります。左が実際のトンボということになります。つまりここに描かれているのはトンボというふうに私、林博士は判断しました。皆さん自身でもご確認ください。私、林博士はこれをトンボと判断しました。つまりこのランドマークはトンボということになります。で、ここにトンボが描かれている。ではなぜトンボかということになりますね。で、ここに奇妙な形が
描かれてますけども、左の形と日本の九州の鹿児島湾の形と大変よく似ていることに気がつきます。拡大してみます。そして奇妙なことに、角度も同じなんですね。そして右の、星マークのところに高千穂の峰があります。そして同じように左のランドマークのところに、まあ、丸い円形のものが描かれています。ちょうどこの白い、まあ、円形部とですね、高千穂の峰との位置と一致するということです。そしてブルーの部分が鹿児島湾ということになります。これは偶然の一致なのでしょうか？あるいはトンボの目がですね、高千穂の峰を表しているとも解釈できるわけです。が、一般には考古学の世界ではこれはオウムと説明されています。オウムのような形をしているからオウムというわけです。では皆さんに大変興味深いものをお見せします。先ほど言いましたトンボの目の部分ですね。の中心点から日本に向かって線を引いてみます。この黄色い線が今日本に向かって引いた線です。右がナスカ、左が日本です。そしてこの線はここへやってきます。この黄色い線の先に注意してください。この黄色い線はナスカから引いてきた線です。そしてこの線はここへやってきます。注意深くご覧ください。ここへやってきます。ここに神社があります。この黄色いラインは、この神社の大屋根のラインと正確に一致します。神社というのは古来より同じように、同じ場所に建てられるのが習わしになっています。この黄色い線はナスカから引いてきたラインです。そのラインは、この神社の大屋根を正確に横切ります。つまり、この神社は正確にナスカの方向を示しているということになります。そして、中央やや右寄りのところに二つの岩が並んでいます。海の中に二つの岩が並んでいます。皆さんご存知の岩です。日本人でこの岩を知らない人はいません。ここに二つの岩が並んでいます。黄色いラインはナスカラインです。ナスカから引いてきたラインです。その線は左の神社の大屋根を横切ります。この神社は二見越したま神社です。二見越したま神社です。そして二つの岩は言わずと知れた妙と岩ということになります。つまりこの妙と岩の間を通り抜けていけば、そのラインはナスカの方向をほぼ示しているということになります。このように、ナスカと二見越したま神社、そして伊勢神宮内宮外宮とは繋がっているということです。どう繋がっているかについては、もう皆さんご存知の通りかと思います。繰り返します。二見越したま神社の大屋根はナスカの方向を示し、そして妙と岩の間はナスカの方向を示しているということになります。まさに日本は神々の火のいずる国ということになります。結論を話す前にもう一度ナスカの中の日本を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数の滑走路、プラットフォームが描かれています。ちょうどこの星印のところにそれがあります。この滑走路に注意してください。先ほども言いましたように、この滑走路の上のラインは富士山からのラインと重なります。そして下のラインは屋久島の太忠岳の天柱石のラインと重なります。ここでは一応桜島ということにしておきます。そして富士山です。以前は桜島ですけども、ややエラが出るということで、現在は屋久島の太忠岳の、天柱ロックにしています。この線ですね。ここでは桜島ということにしておきます。ややエラが出ます。しかし富士山のラインは、まあ、エラーなし、正確にこのラインと重なります。そしてそのラインは、このオウムと言われているランドマークを横切ります。左の方に、100度ほど傾けてみます。注意深くご覧ください。今、
この滑走路の左のラインが富士山からのラインということになります。そして実際の日本の地図をその横に並べてみます。皆さん自身でご確認ください。そして北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。ですから神の国として神々が選んだ土地は日本の本州ランドということになります。左の絵はですね、一見、まあ雑に見えますけども、正確に日本列島の形を表しています。そしてこのグリーンのラインが富士山から引いてきたラインです。そして先のランドマークとここで重なります。その位置は地図上における日本の富士山の位置と正確に一致します。プロポーションが全く同じであるという点に注意してください。つまり、左のこの、ランドマークは日本の土地、日本を表しているということになります。これが日本が神々の土地であるという、まさに動かぬ証拠ということになります。となると、左の下の絵は何だったかということになりますね。そうです。トンボでしたね。ではなぜトンボなのかということになりますね。それがこの動画の結論です。もう一度ナスカ平原をご覧になってください。この日本を表すランドマークの横にトンボの絵が描かれていたのです。これがそのトンボです。トンボの絵ですね。なぜトンボのランドマークがここに描かれていたのかということになります。なぜトンボなのか、なぜトンボなのか、ということですね。日本の古い名前は、明津島だったのです、皆さん。日本では古く、トンボを明津と呼び、親しんできました。古くは日本の国土を指して、明津島とする異名があり、日本書紀によれば、山頂から国見をした神武天皇が、感嘆をもって、明津の砺波の如し、つまり、トンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから明津島の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕にかかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとされています。やはり和の国を秋津島と呼んだとされています。つまり、秋津島イコールトンボ。だから、日本のあのランドマークの横にトンボの絵が描かれていたのです。皆さんわかりますか？この事実をですね、皆さんわかりますか？ナスカに日本のランドマークがあり、その横にはトンボのマーク、ランドマークが描かれていたのです。繰り返します。日本の古名は秋津島だったのです。つまり、トンボの島という意味です。だから、ナスカに日本の方向を示すランドマークがあり、その日本を示すランドマークの横にトンボが描かれていたのです。日本はまさしく神々の国だったということになります。と同時に、林浩司のナスカ理論をこのような形で、このトンボマークが証明したということになります。林浩司のナスカ理論は、このようにして証明されました。万歳です。私は日本の国歌を声高らかに歌い上げます。
Here in this video, I would like to prove with evidence that Japan was a holy land for all gods in ancient times. You can see a line picture of Japan in Nazca together with a line from Mount Fuji, the line from Mount Fuji which crosses the line picture exactly at the same point of Mount Fuji on the actual map of Japan. 日本はすべての神々の神聖なる国でした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。ナスカの地上絵の中には日本列島を示す地上絵があり、その地上絵を富士山からのラインが横切ります。地上絵と富士山からのラインを横切っている点は、地図上の富士山の位置と正確に一致しています。地図上の位置と正確に一致しています。つまりこれが証拠です。日本が神々の国であったという証拠です。広林、浜松シティ、ジャパン。富士山からナスカに線を引いてみます。その線はナスカの一つの滑走路と重なります。富士山です。この頂点の中心からナスカに線を引いてみます。するとナスカには富士山の方向を示す滑走路があります。このラインは正確に富士山の方向を示しています。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。もう一度やっています。この線は富士山の頂点から引いてきた線です。そしてその滑走路はこの奇妙な形とここで横切ります。この横切る点に注意してください。ブルーの点をつけてみました。緯度、経度はここに示しておきます。皆さん自身で確認してください。そして、実際の地図と比較してみます。左がナスカの地上絵です。右が日本列島を示す実際の、写真ということになります。そして、この赤い丸のところに小さなくぼみがあります。この中心と中心を線でつなぎます。次に、この上の部分と上の部分をこうして線でつなぎます。黄色い線は日本列島の本州の下端を示しています。そして上の線は上端を示しています。そしてこの左の白い線は富士山から引いてきた線です。ブルーの点に注意してください。そして右は実際の富士山のある位置です。線でつないでみます。これら3本の線は真平行になります。つまりこのような形で白い線は正確に日本列島を横切っていることを示します。そしてその交点に富士山があることを示しています。そしてこの白い線は富士山から引いてきた線です。皆さん、これが証拠です。つまり左のこの奇妙な形の地上絵は日本列島ということになります。この左の奇妙な形は日本列島ということになります。つまり、ナスカの地上絵の一つとして日本列島が描かれていたということになります。日本列島は神々の国でした。これがその証拠ということになります。Hello,
This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Japan was a land for gods. Evidence and proof on Nazca theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。馬鹿げているというふうにね、言う前に10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原と言いますか、高原ですよね。このナスカ高原の平原のですね、一角に滑走路があります。この滑走路です。緯度経度はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。この鹿児島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は富士山から引いてきた線です。こうして日本の線が並びますけども、ここに奇妙な絵があります。これをぐるっと回転してみます。反時計回りに回転してみます。こういう形になります。この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そしてこの形を比べてみますと、一見雑なように見えますけども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そしてこの緑の線は富士山から引いてきた線です。そしてこのナスカの標識とここで重なります。その位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します。橋と橋をつないで、そして富士山のあるところをつないでいます。すなわち、富士山からの緑の線、左のですね、ナスカの線は、正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります。では、この赤い部分は九州なんでしょうか？それともそうではないのでしょうか？その答えは実は、前方後円墳にありました。これは前方後円墳と呼ばれています。では、前方後円墳がどういう意味を持つのか、皆さんにお話したいと思いますが、林哲也さんがですね、掲示板の中に、前方後円墳とですね、アフラマザーのがですね、真剣、すなわち王剣ですね、いわゆる渡すその輪とリボンのついた輪に似てるということを教えてくださいました。これがアフラマザーの輪と、それからリボンですね。リボン、リングというふうに表現されています。そしてこれは、symbol of kingship というふうに英語では訳されています。王権ですね。いわゆる地球、地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これを、まあ、シンボルとして、アフラマザー、神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが王権なんですね。で、日本のしめ縄はその形をかたどったものだと考えられます。そしてそれが現在に残っているわけですね。丸い輪にリボン、短冊ということになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本にしめ縄があり、
なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思い、いただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残ってる、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして、今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。こうして並べてみてください。丸い輪にリボン。丸い輪にリボン。丸い輪にリボン。世界中で見つかっています。すなわちこれが、神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわちこの土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で示したわけであります。すなわち前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証してみます。前方後円墳というのはですね、全国で706箇所、登録されています。まあ、全部紹介しきりませんでしたけども、その706の前方後円墳、他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけども、この前方後円墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。四国にも少しあります。それは瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、まあそういうことですね。合計で706箇所で前方後円墳が登録されています。すなわち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は、神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が描かれているということになります。となると、左下のですね、この、まあ、グリーンで示した場所はですね、九州ということになります。九州はまさに大きさから比べてもまさに神々の、島であったということが、これでよくわかります。結論から言いますと、このナスカの表、に描かれたこの絵はですね、まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、本州と九州がですね、まあ、だから前方後円墳は本州と九州、まあ四国にはありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、富士山の線を見てください。こと自体が、日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですか？これが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Thank you very much for watching and see you. No one knows from when and who started calling Japan, Japan. In ancient times of Emperor Jimmu in Nihon Shoki and Emperor Yuryaku in Kojiki, Japan was called Akitsushima, which literally means Island of Dragonfly. That is to say that,The ancient name of Japan was Akitsushima. Today's story starts from Mount Takachiho, which is no doubt the holiest of all holiest mountains in Japan. At the foot of the mountain, Takahara Town or Haihara Town is located. The summit of the mountainlooks like a shape of a pyramid.
古く日本ではトンボを秋津と呼び親しんできました。日本の国土を指して秋津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津のとなめのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとしています。つまり、日本の古名は秋津島だったのです。で、今日の物語は、九州の霧島連峰にある高千穂の峰から始まります。青山中の青山、天孫降臨の峰とされているのが高千穂の峰です。広し林、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのがナスカの日本です。ナスカの中に日本を示すランドマークがありました。そのランドマークをですね、日本の富士山からの直線が横切ります。そしてその交点の位置と日本の地図の上における富士山の位置が正確に一致します。左がナスカの中の日本、そして右が日本を示す実際の地図です。皆さん自身で比較してください。左の白いラインは富士山から引いてきたラインです。これぞまさしく日本が神々の土地であったという紛れもない証拠ということになります。日本における最も神聖な山といえば、霧島連峰にある高千穂の峰ということになります。天孫降臨の山として知られています。これが高千穂の峰です。で、今日はこの高千穂の峰からスタートします。青山中の青山ということになります。霧島美子さんという方からこんなメールが届いています。霧島連山の高千穂の峰が日本最高の霊山であり、麓にあたる地区が高原町です。天の原ではなく地上なので高原町なのです。ちなみに高千穂の峰の天の逆さ鉾は雨の水上主の神が崩御され、高千穂の峰に葬られた水上主の神の愛犬を指したというのが真相です。高千穂の峰は天然のピラミッドのような姿です。と。高千穂の峰の頂上からナスカに向かって線を引いてみます。高千穂の峰です。その頂上からナスカのグランドクロスの中心点に向かって線を引いてみます。その線は、この黄色い線がその線ですけども、サイトバルの中心を新直線に横切り、そしてその直線は伊勢神宮の下宮の上を新直線に通り抜けます。下宮からのエラーは300メートルです。ここに、まあ伊勢神宮下宮が位置します。つまりサイトバル、伊勢神宮の下宮を通ってナスカに向かうということです。左が伊勢神宮下宮です。エラーは300メートル以内です。林博士のナスカ理論を使って説明します。ナスカです。無数の滑走路があります。左の黄色いラインは霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。右の白い線は、これは富士山の滑走路です。やや折れ曲がるといった感じがします。
まあ、念のために黄色い線を伸ばしてみます。下のグリーンのラインは屋久島の、太刀魚の天柱石から引いてきたラインです。つまり下のグリーンのラインは太刀魚の天柱石の方向を示しています。正確に示しています。上の黄色いラインは高千穂の峰から引いてきたラインです。3分の2ほどまではほぼ重なりますが、途中からややずれるといった感じがします。まあ、ほぼ同じ方向に富士山と、それから霧島連峰の高千穂の峰があるということになります。もう一度やってみますから、皆さんも注意深くご覧ください。この滑走路の上のラインは富士山、下のラインは、太刀魚の天柱石を示しています。そしてこの黄色いラインは霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。まあ、ほぼ重なるということですね。この上のラインは富士山の方向を示しています。ややずれますが、ほぼ同一線上に富士山、高千穂の峰があるということになります。この滑走路のやや右上、ちょうど画面の中央あたりに奇妙なランドマークがあります。この黄色いラインは高千穂の峰から引いてきた先ほどのラインです。そして中央に奇妙なランドマークがあります。このランドマークは何かということですね。で、線をたどってみるんですけども、途中からダメージを受けているように思います。このクエスチョンマークあたりで、まあ、地表面がですね、乱れて線が消えているような感じがします。断定はできませんけども、まあ、右下の写真と見比べていただくとわかりますように、このあたりで何かしらのダメージを受けているように思います。車の轍も見えます。が、この線をですね、明度を変えてみますと、少し見にくいかもしれませんけども、薄い線がここに現れてきます。つまり、このラインはここまで続いているということですね。となると、これは何かということです。ここが重要ですから、しっかりとご覧ください。そうなんですね。色をつけてみました。つまり、これはトンボの形ということになります。左が実際のトンボということになります。つまり、ここに描かれているのは、トンボというふうに、私、林博士は判断しました。皆さん自身でもご確認ください。私、林博士は、これを、トンボと判断しました。つまり、このランドマークは、トンボということになります。で、ここにトンボが描かれている。では、なぜトンボかということになりますね。で、ここに奇妙な形が描かれてますけども、左の形と日本の九州の鹿児島湾の形と大変よく似ていることに気がつきます。拡大してみます。そして奇妙なことに、角度も同じなんですね。そして右の、星マークのところに高千穂の峰があります。そして同じように左のランドマークのところに、まあ、丸い円形のものが描かれています。ちょうどこの白い、まあ、円形部とですね、高千穂の峰との位置と一致するということです。そしてブルーの部分が鹿児島湾ということになります。これは偶然の一致なのでしょうか。あるいはトンボの目がですね、高千穂の峰を表しているとも解釈できるわけです。が、一般には考古学の世界では、これはオウムと説明されています。オウムのような形をしているから、オウムというわけです。では皆さんに大変興味深いものをお見せします。先ほど言いました、トンボの目の部分ですね、の中心点から日本に向かって線を引いてみます。この黄色い線が今日本に向かって引いた線です。右がナスカ、左が日本です。そしてこの線はここへやってきます。この黄色い線の先に注意してください。この黄色い線はナスカから引いてきた線です。そしてこの線はここへやってきます。注意深くご覧ください。ここへやってきます。ここに神社があります。この黄色いラインはこの神社の大屋根のラインと正確に一致します。神社というのは古来より同じように同じ場所に建てられるのが習わしになっています。
この黄色い線はナスカから引いてきたラインです。そのラインはこの神社の大屋根を正確に横切ります。つまりこの神社は正確にナスカの方向を示しているということになります。そして中央やや右寄りのところに二つの岩が並んでいます。海の中に二つの岩が並んでいます。皆さんご存知の岩です。日本人でこの岩を知らない人はいません。ここに二つの岩が並んでいます。黄色いラインはナスカラインです。ナスカから引いてきたラインです。その線は左の神社の大屋根を横切ります。この神社は二見越したま神社です。二見越したま神社です。そして二つの岩は言わずと知れた妙と岩ということになります。つまりこの妙と岩の間を通り抜けていけば、そのラインはナスカの方向をほぼ示しているということになります。このように、ナスカと二見越したま神社、そして伊勢神宮内宮外宮とはつながっているということです。どうつながっているかについては、もう皆さんご存知の通りかと思います。繰り返します。二見越したま神社の大屋根はナスカの方向を示し、そして妙と岩の間はナスカの方向を示しているということになります。まさに日本は神々の火のいずる国ということになります。結論を話す前にもう一度ナスカの中の日本を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数の滑走路、プラットフォームが描かれています。ちょうどこの星印のところにそれがあります。この滑走路に注意してください。先ほども言いましたように、この滑走路の上のラインは富士山からのラインと重なります。そして下のラインは屋久島の太中岳の天柱石のラインと重なります。ここでは一応桜島ということにしておきます。そして富士山です。以前は桜島ですけども、ややエラが出るということで、現在は屋久島の太中岳の、天柱ロックにしています。この線ですね。ここでは桜島ということにしておきます。ややエラが出ます。しかし富士山のラインは、まあ、エラーなし。正確にこのラインと重なります。そしてそのラインはこのオウムと言われているランドマークを横切ります。左の方に100度ほど傾けてみます。注意深くご覧ください。今この滑走路の左のラインが富士山からのラインということになります。そして実際の日本の地図をその横に並べてみます。皆さん自身でご確認ください。そして北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。ですから、神の国として神々が選んだ土地は日本の本州ランドということになります。左の絵はですね、一見、まあ雑に見えますけども、正確に日本列島の形を表しています。そしてこのグリーンのラインが富士山から引いてきたラインです。そして先のランドマークとここで重なります。その位置は地図上における日本の富士山の位置と正確に一致します。プロポーションが全く同じであるという点に注意してください。つまり左のこの、ランドマークは日本の土地、日本を表しているということになります。これが日本が神々の土地であるという、まさに動かぬ証拠ということになります。となると、左の下の絵は何だったかということになりますね。そうです。トンボでしたね。では、なぜトンボなのかということになりますね。それがこの動画の結論です。もう一度ナスカ平原をご覧になってください。この日本を表すランドマークの横にトンボの絵が描かれていたのです。これがそのトンボです。トンボの絵ですね。なぜトンボのランドマークがここに描かれていたのかということになります。なぜトンボなのか、なぜトンボなのかということですね。日本の
古い古い名前は明津島だったのです。皆さん、日本では古くトンボを明津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して明津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって明津の砺波のごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから明津島の名を得たとされています。また古事記には雄略天皇の腕にかかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり和の国を明津島と呼んだとされています。やはり和の国を明津島と呼んだとされています。つまり明津島イコールトンボだから、日本のあのランドマークの横にトンボトンボトンボの絵が描かれていたのです。皆さんわかりますか？この事実をですね、皆さんわかりますか？ナスカに日本のランドマークがあり、その横にはトンボのマーク、ランドマークが描かれていたのです。繰り返します。日本の古名は明津島だったのです。つまり、トンボの島という意味です。だから、ナスカに日本の方向を示すランドマークがあり、その日本を示すランドマークの横にトンボが描かれていたのです。日本はまさしく神々の国だったということになります。と同時に、林浩司のナスカ理論をこのような形で、このトンボマークが証明したということになります。林浩司のナスカ理論は、このようにして証明されました。万歳です。私は日本の国歌を声高らかに歌い上げます。